うさぎとハリネズミ。この話は嘘のように聞こえますが、本当の話です。なぜなら、この話を私に話してくれた祖父は、いつも気楽に話す時にこう言っていたからです。息子よ、これは本当の話に違いない。その話はこうでした。秋のある日曜日の朝、ちょうどそばの花が咲き始めた頃でした。太陽は空から明るく昇り、朝の風はカリカ株の上を暖かく吹き抜け、 ひばりが空中でさえずり、ミツバチがそばの中で鳴き、人々は日曜日の晴れ着を着て教会に行き、すべての生き物は幸せでした。しかしハリネズミは、両手を広げてドアのそばに立ち、朝の風を楽しみながら、ハリネズミが日曜日の朝に歌う習慣のある歌よりも良くも悪くもない、小さな歌をゆっくりと口ずさんでいました。妻が子供たちを洗濯して干して,干している間に、畑を散歩して株部の様子を見に行こう。 実際、株は彼の家のすぐそばにあり、彼と彼の家族は株を食べるのが習慣でした。言うは安く行うは難しい。ハリネズミは家のドアを閉め、畑に向かう道に入りました。ハリネズミは家からそれほど遠くには行かず、畑の外に立っているスローブッシュを曲がって株畑に入ろうとしたとき、同じような用事、つまりキャベツを見に出かけたウサギを見つけました。ハリネズミはウサギを見つけると、親しげに、 おはようと声をかけましたしかし、そのウサギはそれなりに立派な紳士で、ひどく高慢だったため、ハリネズミの挨拶には答えず、非常に軽蔑した態度でこう言いました。散歩だよとハリネズミ。散歩とハリネズミ。散歩、ウサギは笑って言いました。ハリネズミは、自分の足が曲がっているからというだけで、その足を攻撃されること以外には耐えられないからです。 ハリネズミは、サギにこう言いました。トウサギは言いました。ハリネズミは言いました。私たちが競争したら、私があなたを追い越すとかけるわ。そんなバカな。その短い足で、トウサギは言い、でも私としては、あなたがそのような怪物のような空想を持っているのなら、喜んでやりますよ。何をかけましょうか。とハリネズミ。決まり、トウサギ。握手して、すぐに外れてもいいよ。 ハリネズミは言いました。私はまだ断食中なので、まず家に帰って少し朝食をとります。30分もすればあたここに戻ってくるから。ハリネズミはそう言うと、ウサギはそれで満足したようです。ハリネズミは、中で考えました。彼は偉い人かもしれませんが、とても愚かな奴です。ハリネズミは家に着くと、妻に言いました。妻は言いました。ウサギと駆けをしたの。 私は彼とレースをするのです。まあ、ご主人と妻は叫びました。何があなたをウサギと競争させようとさせるのですか。それは私の問題です。それは私の問題です。着替えて、私と一緒に来なさい。ハリネズミの妻に何ができたでしょう。彼女は好むと好まざるとにかかわらず、彼に従わざるを得なかったのです。ハリネズミは妻にこう言いました。ほら、 長い野原をレース場にしましょう。ウサギは一つの溝を走り、私は別の溝を走り、私たちは上から走り始めます。ウサギがあなたの反対側の溝の端に到着したら、あなたはウサギに向かって、私はもうここにいる、と叫ばなければなりません。そして二人は畑に着き、ハリネズミは妻に自分の居場所を示し、畑を登っていきました。ハリネズミは妻に居場所を教えると、 野原を登って行きましはじめようかとウサギが言いました。ハリネズミは言いました。じゃ、二人一斉に。そう言って、それぞれ自分の溝に入りました。ウサギは、1回、二2三回、3発と数えて、畑を旋風のように走り出しました。ところがハリネズミは、散歩ほど走っただけで、溝の中に身をかがめ、静かにその場にとどまりました。 そのため、農作が畑の下の方に到着したとき、ハリネズミの妻は、もうここにいるわよ、と叫びました。ハリネズミの妻は夫にそっくりだったからです。ハリネズミの妻は夫にそっくりだったからです。しかし、ウサギは、これは公平に行われていない、と思い、もう一度走らなければならない。そしてもう一度、嵐の中の風のように、飛ぶように去っていきました。 しかし、ハリネズミの妻は静かにその場に留まっていました。ウサギが畑のてっぺんに着くと、ハリネズミは、もうここにいるよ、と叫びました。しかし、ウサギは怒りに我を忘れて叫びました。ハリネズミは、わかったよ、と答えました。ウサギはさらに73回走りましたが、ハリネズミはいつもウサギに逆らい、ウサギが頂上かそこのどちらかに着くたびに、ハリネズミか妻のどちらかが、私はもうここにいると言いました。 しかし74回目に、ウサギはもう最後までたどり着くことができませんでした。野原の真ん中で地面に倒れ、口から血を流し、その場で死んでしまいました。しかし、ハリネズミは勝ち取ったルイドルとブランデーの瓶を手に、妻を溝から呼び出し、二人で大喜びで家に帰りました。こうして、ハリネズミはウサギが死ぬまでブクステフーダーの草原で一緒にレースをするようになったのですが、それ以来、 ウサギがブクステフーダーのハリネズミとレースをするようになったことはありません。しかし、この話の教訓は、第一に、どんなに偉い人でも、たとえハリネズミであっても、自分より下のものをからかってはいけないということ。そして第二に、男が結婚するときには、自分と同じような容姿の、自分と同じような立場の妻をめとるべきだという教え。だから、ハリネズミであるものは、 その妻もハリネズミであることを見届けよう。などと。